自治体って実はすごい大きいじゃないですか、うん、特に東京の区とか、はい、同じサイズの会社を作るとかって、ね、はい、ほぼ起きないような気がするんですよ。世の中にこう与えられるインパクトみたいな大きい可能性ありますよね。女性の政治家っていうキャリアモデルがあまりにも少なすぎる。体力がないと首長できないなっていうのを、今みたいにその新築の不動産マンションの値段とかガンガン上がってる局面だと、どんどんその開発者側の方が当然力強くなっちゃうんですよね。地域の声をしっかり上げてもらう仕組みを作って、そこを待ちにさせていく。そうすると絶対変わると思います。特に自治体がやれることのうち重要なことは何なんだろうって、うん、今本当に地方分権の時代で、こっちが先に条例を作って、その取り組みが良かったら国が真似する時代になってきたんですよ。これだけ少子化になってきた中で、事実婚家族として認めて支え合っていく、そういったパートナーシップ制度っていうのも視野に入れたいと思ってます。これは常に本当に大事なイシューだみたいな、必ずチェックしておくべきものってあるんですかね。私もやはりやっぱり民間じゃできないんですよね、うん、そこはもう行政の役割として、うん、どう具体的に変えていきたいのか聞きたいです。北区民と高等区民じゃない人が見てる、はい、そうですか。っていう意味で言うと、まあ、区民を見てると思うんですけど、でも北区と高等区の、まあ、課題も知りたいですけど、まあ、こういうふうに変えていきたいとか未来も知りたいじゃないですか。何を変えていきたいんですか。私は江東区の亀戸っていう、古い町並み の出身なんですけれども、そういったところの例えば災害の時の課題と、その湾岸豊洲とか有明とか、うん、そういうところの災害の課題ってまた違ったりもするし、魅力もそれぞれなんですよね。だからエリアごとの強みを引き出していく、課題を解決しながら PR 隊長になって内外に、アピールしていきたい。江東区のことを江東区って呼ぶ人いいんですけども違いますから、江東区ですから、江東区じゃないですから。ついでに亀戸も亀有じゃないですからよく交番になるとこでしょって言われるんですけど、そうそう、僕もさっき亮さんですから、ね、それもたくさんおられるんですけど、はいはいね、北区って皆さんどんなイメージありますかね。ひろゆきさんの故郷じゃないですか。最悪のイメージ。割とあそこら辺に損害賠償請求した方がいいんじゃないですか。そうですね。北区のイメージを。そうですね。北区って割と地味で知られてないって何があるっけみたいな。今でこそ人の名前が出てきますけど、あまりその印象がないですよね。23区の中でもあまりこう知られてないっていうのがとてももったいないなと思って、そのポテンシャルということでいけば、北区もすごくポテンシャル高くてですね、鉄道駅はやっぱり23区で最も多いですし、北区はその JR だけでも王子駅、十条駅、東十条駅、赤羽駅、駅周辺再開発同時で行われるんですね。この再開発をいかに地域の権利者の方だけじゃなくて周辺に住む方々の意見を入れた、そのより価値の高い魅力のある駅に生み変えていくか、作り変えていくかということが最も大きな今課題として捉えていて、これによって北区がどの辺にあってどんな町かということが皆さんにイメージしてもらえる。じゃあ北区行ってみたいね、北区住んでみたいね、北区に会社を置こうよっていうふうに思ってもらえるような区にしたいっていうふうに思ってます。その駅周辺の街づくりにちょっと興味があるんですけど、はい、意外にそれと今出てきたいろんな話の中で一番地味めに見えつつ暮らしてる人たちにとってはものすごく大事じゃないですか。大きいですね。僕あの手の駅の周りの再開発って、はい、僕から見るとなんかすごい、退屈だなっていう感じがあって、どこも似たような感じにどんどんなっていくじゃないですか、うんうん、はい、で大体その商店街一回潰して、うん、でタワマンもどきみたいの建てて、でチェーンっぽい店パパパって入れて、はい、スーパーが一個あってみたいな形になんか どの駅もなっていくみたいな傾向あるじゃないですか、はい、あれは仕方ないというか、うん、あれでいいのか、それともちょっと全然違う形を模索すべきなのか。そうですね、今までやっぱり権利者、その権利者の方、JR も含めてですね、その土地の権利者の方の、が中心となった開発になると、やっぱり一番高層ビルになってマンションになってっていうのが一番利益としては高いと思うので、そういう街づくりになると思うんですけども、そこに行政としてどう関わるか、権利者の方と地域に住む方々をどうつなげるかっていう、この役は行政しかできない。
これ、まあ、エリアマネージメントという形で、うん、そこだけではない周辺の方々にも協議会とか作って意見をいただいて本当に道路の付け替え含めてですね大きく変えていけるようなウォーカブルの街づくりをやりたいなっていう、その地域の方々が街に出てその駅周辺で活動、街中でいろんなこう活動ができるっていうようなスペースを作っていくとか、そういったものの発想を出してもらって経営者の方々の再開発とどうマッチングさせていくかっていうことが行政にできる部分、今まで以上に関わるべき部分だっていうふうに思っています。そうすると絶対変わると思います。具体的にはどういう施策がありえるんですかね。どういうものを建てていいかとか、どれぐらいの高さのものを建てていいかみたいな規制を入れていくっていう感じなのか、はい、地元の方が声を上げやすいようにその拡声器的な役割を果たすっていう感じなのか、というのはなんか、はい、今みたいにその新築の不動産、はい、マンションの値段とかガンガン上がってる局面だと、はいはい、どんどんその開発者側の方が当然力強くなっちゃうんですよね。はい、あとはその道路の付けなんですかね、やっぱり都市開発として建蔽率、容積率を上げていく代わりに道路をここに作ってくださいとか、そういった形で公共的なものをつけて入れていただくことでもうちょっと容積緩和をしていくよとか、そういった手法と、あとはやっぱり先ほどおっしゃった地域の声をしっかり上げてもらう仕組みを作って、そこをマッチングさせていくということが、よりその事業者にとってプラスになるということを伝えていくという役割だと思います。どちらもありだと思います。そういう課題って放っておくでも終わりになりますか。先ほどおっしゃってたどこも同じような街並みになってって、本当にその通りで、特にショッピングモールとかどこ行っても同じで、でも一方で、まあ、古いエリアで、さっき砂町銀座の話しましたけど、もう一朝一夕には作り得ない長年のその独特の雰囲気がある、そういうのはやっぱり商店街の良さを生かしていきたいと思うんですね。ただ結局次の事業承継ができないがために空き家になってしまうところがあって、それをもう血縁に関わらずですね、例えば古い床屋さんのお店を生かしてちょっと若い人がカフェやってみたいとか、そういったことも応援できるような江東区でありたいと思っています。ちなみにタワマンエリアあるじゃないですか、はい、あれがああいうそのタワマングとしてあれだけ成功したのっていうのは、はい、こう政策的な戦略があってああなった部分があるのか、はい、それとももっとその市場の力でこう勝手にああなってたっていう側面があるんですか。単純な好奇心なんですか。どっちかというと民間と、あと、まあ、東京都と、はい、あとオリパラがあったっていうところで、はい、いろんなオリンピック・パラリンピックの施設が、まあ、江東区にできてっていうところもあったと思います。最近転売周りとかで騒動になってるエリアとかですか。リパラの選手村だったエリアとかの、あれは晴海なので、あれは別です、ね、江東区じゃないです。じゃないです、はい、晴海は中央区の方です。なるほど、なるほど。でも江東区ってあれですよね、ちょっと他の区と違うの、湾岸エリア抱えてて、はい、なんかこう自由に開発できそうなエリアをいっぱい抱えてるじゃないですか。あれは江東区だけの問題じゃないんです。東京都とか、まあ関わっている開発のですね、でも確かにいろんな、まだまだワクワクできる、そういったいろんなアイデアがにあふれた、はい、ポテンシャルにはあると思います。湾岸は先ほどなんかその運河沿いの利用ってありましたけど、なんか東京ってその確かに運河沿いの季節すごい激しくて、なんか天王洲と市ヶ谷と、はい、おそらく数箇所しかちゃんと利用できてないので、うん、そこら辺のこう規制ってこうどうやって解除して、どういうことをさっき障害者のあとの言うことは、構想とかだったり、はい、天王洲の方を見てきました。寺田倉庫さんがやっておられる、あれも江東区でぜひ進めていきたいと思っています。で、江東区は現代美術館が清澄白川にありまして、でそういったこともあって、そのブルーボトルコーヒー のフラッグシップがあって、コーヒーの街として、民間の力で開けていったところもあるんですよね。それも含めてですね、その川辺水辺を生かした今隅田川マルシェとか、こういうことをやってるんですけども、その水運とか、そういうものも全部生かして町の魅力として、開いてやっていきたいと思っています。法規制がやっぱ課題になってるんですかね。規制っていうか、やっぱり今後どういうふうにしていきたいのかっていう都市開発の話になると思うので、都とまた何かその規制があるんだったら、どこでそこを交通整理したらいいのかっていうのも、これからの課題かなと思います。ぜひ活かしていきたいと思います。ちなみに都市開発とかその住宅不動産系に関しては、はい、その自治体と都と国
って、うん、こう権限はどういうふうに分配されているものなんですか。特に自治体がやれることのうち重要なことは何なんだろうって、うん、あ、そうですね、あの都市開発、やっぱりその制度 の, あの都市開発に関しては東京都と、うん、国の制度を、うん、あの許認可がありますので、うん、そこ の, あの開発省をあのしっかりと複合的にやっていかなきゃいけないということが、うん、あのポイントだと思います。なので例えば北区で行けばそういった5つの駅が同時進行で行くっていうことで、あの国国交省からあの議官をこう来ていただいたりとか、東京都から人事交流で人を来てもらったりという形で、東京都や国の制度をしっかりと理解をして、このまちづくりの中でどれを使えば、うん、あの規制緩和として使っていけるかっていうことを、その望む絵になっていくかっていうことのやり方をやっぱり今取り組んでますね。この今回、はい、女性議員すごい、女性組長さんもすごい増えましたけど、この地方政治においてなんかこの女性の役割とか、この特に有権者の方から求められる感じなんか変わってきてますか。社会的には女性役員増やそうとかって言って、 なかなか企業だとサクッと進まないですよね。だから政治的には進んできてる気がするんですけど、そこら辺どうですか。なんか肌感としてありますか。求めるもの、求められるもの、有権者からこうなんか求められる風が変わったなとか、今までこうやっぱり男性が8割とかだったじゃないですか。これでなんか変わってきてる感じありますか。変わってきてる人は何でなんでしょう。求めるものが変わってきているというか、やっぱりこう意識が変わってきているというんだと思います。それも女性側も、その私たち女性がそういった立場のものにこう挑戦していいんだとか、そういう役割を担っていいんだという感覚が、あの広く認識を当事者も含めて地域の方々、有権者の方々にも広がってきているということだと思います。あとやっぱりこう男性だから女性だからってい こう分け方もなかなか私難しいなと思うんですけど、やっぱり女性ならではの視点とか、そのこう関わり方ってやっぱり男性とはどっちがいい悪いじゃなくて、今までの男性的な政治のあり方と違いますよね、こう関わり方って。その部分がこうあの評価されやすくなってきているっていうのはあるかもしれないですね。というのはこうデジタル化だとか、いろいろこう人と人の触れ合いが減る中で、やっぱり女性ってこうあったかみだとか、こう柔らかさだとか、そういったものってこう母性的なものっていうのも、その結婚してしてない、子供産んでる産んでないとか、そういうの全然関係なくやっぱりあると思うんですよね。それがこう 特性としてあるとすれば、そういったものが社会にこう受け入れられるというか、求められるという、そういう部分はあるのかなというふうには感じます。はい、あのまあ、さっき山田区長がおっしゃったアンコンシャスバイアスですよね。政治家っていうのはおじさんとおじいさんがなるものっていう、なんだかそういったあのキャリアモデルみたいなものがなかなかいない中 で確か衆議院も今女性議員って9% ぐらいですかね、うん、で自治体の首長に至っては 2.5% 程度でしょうか。東京都はその23区は、まあ、6人になったっていう中で、やっぱりある程度女性が増えないと、これあの女性のいない民主主義っていう本があって、そこにクリティカルマスってい こう全部が男性で女性一人だと、もう自分の立ち位置を守るのに精一杯で、やっとそれが例えば3人ぐらいになったら、あこう本当にしたかったことをあの口に出せるっていう、そのまさにもともとその7年間あの議員の時に感じたことだったんですね。でもその自分が衆議院の時に、その未婚の一人親の家父控除、一人親控除を、離別と死別の場合はあの大丈夫だったのに、未婚の場合はずっと差別されてて、それを自民党の女性議員で、税制改正の時に変えたっていう、あれがすごくあの力にあの自信になっているので、これからそういったことがあの男性議員にはこう思いもよらなかった視点っていうものを政治にして動かしていけることができるのかなっていう思いがあります。で特に首長っていうのは地方 あの本当に、介護だとか子育てだとか学校だとか、一番生活に密着した政治が地方自治であって、そこで首長が女性になることで、私はもっとあの生活者の視点というものを、で、やっぱりマイノリティですから、今まで、周辺化っていうのかな、政治 そのスポットにから当たってなかったような人たちに対しての視点っていうのも、これからも私江東区でやっていきたいと思ってます、うん、今までもやってましたし、そういうことはできるかなと思ってます、うん、でもその数パーセントしか女性がいない首長の中で、はい、その東京都で増え始めたっていうのは、うん、何かきっかけ的なものっていうのが終わりになったと思われますか、うん、それともたまたま偶然今
変化が生まれてきたっていう感じなんでしょうか。誰かがきっかけということは、うん、特にその、女性の候補者が増えれば、うん、もちろん女性 の、ね、首長が選ばれる可能性も、ね、高くなるのかなとは思います。候補者自体も増えてらっしゃる、はい、江東区で言えば初めての女性候補だったんですね。江東区では初めて、初めて、はいはい、じゃないね、じゃないね、うん、北区は初めて、 初めてでないですし、今回も現職が3名、駒崎さんとか、そうです、3人女性でしたし、その前の都議補選とかもみんな女性だったりとか、うん、女性率高いんですよ、北区は。江東区のが意外にあれなんですかね、男性社会だったんですかね。保守系の女性はほとんどあまりいなかったかなと。やっぱり革新系ではあれですけれども、だから女性初の区長候補っていうところで、うんうん、そういう選択肢があることが私は絶対大事だと思っていて、やりました。女性初の区長候補だったんですね、はい、すごいですよ、ね、でもそれを変えていく上で、まあ、首長に関しては難しいと思うんですが、その議会とかで、まあ、よくそのクオータ制みたいなのが議論されたりするじゃないですか、うんうんうん、それについてはどういうご意見をお持ちですか。うんうん、私の考えは、うん、10年っていう暫定的な、はい、国会で言えばですね、暫定期間でとにかくそういった機会を持つことが大事で、私自身も北関東比例で単独で当選させていただいて衆議院議員になったのが、まあ、2014年の12月で、父の地盤から出たわけではありませんでしたので、そういった最初のきっかけはそこで、であとはある程度その人たちのその頑張り次第でっていうのも、だから 10年の暫定的な形でやることで、さっき言ったもうキャリアパスというか、女性の政治家っていうキャリアモデルがあまりにも少なすぎるのが大事あれかなと思うので、私はありだと思ってます。これもずっとね、区議会の時からそういう議論のだいぶ前からあるんですけど、私はですね、こう割と慎重派です。っていうのは、自分もその35歳で初めて区議会挑戦した時に、女性だから受かる、女性で落ちたことがない、自民党候補でって、もうそこから入って、受かっても議長やらせていただくんで、もう全部女性だからってもう言われ続けて、もしかしたら今もそうかもしれない。で、私はやっぱりそれが残念でしたね。ずっとそれを残念だと思ってきているので、そうじゃない、仕事として職業人として認められることが必要だと思うので、女性だろうが男性だろうが、その方の資質の中で臆することなくチャレンジしてほしいですし、そこを見て評価をすべきだ、社会としてということが私の中でやっぱりあるので、女性の率とか女性男性ということをあえて言うことがやっぱり私の中ではちょっと辛かったなっていうのは思うので、なくても女性は一定の力を持って志を持って、それを応援する人たちがいるので、必ず自然と増えてくると私は思っています。でもそういうその私は違うと思います、はい、いや難しいと思うのは、その今おっしゃったクオータ制みたいなものがとかアファーマティブアクション的なものがあると、その女性だからっていうスティグマ的なものが生まれちゃうっていうのは多分おっしゃる通りなんだと思うんですよ。ただ同時に それなしになんか大きな変化が生まれるのかって考えると、ちょっとそのもう政治の世界だけの問題じゃないじゃないですか、うん、その経営者の世界でも何でも、あと大学教員の世界とかももっとひどいみたいな感じで、まあ、そもそもその放っておいてそういうタイプの職業に若い女性が入っていくっていう、なんていうんですかね、ロールモデルというか、当たり前の道みたいなのが全然生まれてない中で、放っておいて変化が生まれるかっていうとちょっと難しいんじゃないかなっていう感じはすごいしちゃうんですよね。数でっていうよりもやっぱりそういう環境にないんですよね、はい、そういう職業を選択する環境にないということが一番大きい。例えば自分なんかはそういう政治の世界に近いというか、いたからこういう選択肢があった。でそういう機会を増やすっていうことが必要で、人数で縛る前にやるべきことは、やれることは多分いっぱいあると思います、うん、なんか僕アメリカに半分住んでいて、まあ、あの国はいろいろな意味でクオータ制を猛烈に入れている国なんですよね、はい、
でその、まあ、おかげでというかそれもあって、まあ、大学とかだともうほぼほぼ僕の世代ぐらいだとほとんどの分野で 50-50 ぐらいになってきてるんですよ。でこれが今の60代70代とか上だと今の日本社会に近いような感じなんですよね。だそれぐらいなんか猛烈な変化はある意味人為的に起こせるんだろうなと思うんですよ。でそれに比べてクオータ制的なものが全くないような例えばスタートアップ経営者の世界とかだともう未だに完全なアメリカでさえ男社会という感じじゃないですか。だからそれを見てるとそのすごく激しい外からの介入なしにはなかなかその数十年以内に変えるっていうのは難しいんじゃないかなっていう気はしちゃうんですよね、うん、と思われますか。まあ、区長がおっしゃることは本当にごもっとも でそれが理想だし男も女もないという思うけども、うん、でもそれをやっていると結局いつまで経っても増えなくってで、残念ながらやっぱり女性は非正規雇用も多かったりいろんな資金的なことだとかその政治と関わる、機会がなかなかないとで、国会の女性議員の皆さんと話していると大体選挙で野党が強いところに、まあ、私もそうだったんですけど、まあ、もう自民党というだけで勝てるところは、うん、地元の男性議員が絶対に話さないのでそうするとこう非常にもう勝てそうもないところに、まあ、女性でも出すかみたいな感じで あるんですね、まあ、参議院でもそうなんでもなんかでもう頑張って当選をし続ける人もたくさんおられるけれどもそうするともう何でお前がいるんだって言って足引っ張られそうになったりとかっていうのは結構見てきいましたので私は、まあ、さっき言ったようにほんの10年でもいいから一度そういったことをやってみてまずちょっと女性議員を増やしてみて、っていうことはありかなと思っています。そのためには どうしてそのアファーマティブアクション的なこと以外に他になんかやるべきことってあるんですか。それって山田さんの経験ヒントになるかもしれないと思って山田さんは自力でやってきたわけじゃないですか。それをそうですね、まあ、どうしてやってこられたんですかこの自力区議会2期区議会4期比較的男性社会で、まあ、あんまり意識したことなかったですけどどうですかね。まあ、議員になろうと思ったきっかけがやっぱりこう特殊だったと思うので、父がずっと区議会議員になりたくて挑戦し続けて多分ポスター見たことあるかもしれません地元でなんですけど5回自民党が挑戦して1回も当選できなかったっていうのを見てきてでそのどうしたら、まあ、障害者身体障害だったんですけども障害者だろうがどういう環境の人だろうがこう条件でも社会でそういう政治の世界で生きれるかっていうことをやっぱりずっと考えてきたのでその女性だからとか男性だから障害者だからっていうの関係なく何が必要かっていう部分をこうなんで父は落ちるのかなっていうのを見てきたのでそこが足らない部分は自分はやめようってそういう意味ではその女性だから男性だからっていうよりもどんなことが議員として求められるかっていうことを意識してたかなっていうのがこう選挙とかその政治の世界で生きてきた中で一番意識をしてきたことですかね。すいませんちょっと分かりづらくてなんですけど、うん、ちなみに今日、はい、若い世代のインターンの方がずらっと座ってるんですが、はい、主張したいとか気になるとかってことがあるかじゃあなんか聞いてみたい人いますか。さっき聞いてなかった人言ってみる誰かとか単純になんか政治家になるとかだと首長になるみたいな道についてなんかどういうイメージをお持ちかとか自分が将来少しでもそういうことをやるっていうなんかイメージが頭の中にあるかどうかとかって結構気になるんですけど、ちょっと今手挙げた。じゃあそうですねその内容に答えつつ、ま、お名前と江東区と北区どう思ってるか一言言ってから、怖いインターンをしている慶応義塾大学総合政策学部2年の小手川と申します。将来自分がなんか政治家になるみたいな話で言うと、うん、正直言うとやっぱりあまりなりたくはないのかなみたいなことを思っていて、はい、結構自分はこう向上心が強い方でこう世の中を変えていこうとか新しいことをしたいっていう風な気持ちが強いんですけれども、なんかこう世の中にこう新しいことを実装してみようってなった時に、うん、まあ、政治家とこうなんか起業家みたいな、うん、2つの軸が自分の中に見えていて、まあ、起業家みたいな方がこう自分に合ってるというか、うん、新しいことを実装しやすいんじゃないのかなっていうふうに自分は感じています。
で北区と江東区の印象なんです、はい、その点で1点だけいいですか、はい、でもなんかあの意外にって言っちゃ失礼なんですけど自治体って実はすごい大きいじゃないですか、うん、特に東京の区とか、はい、でそれと同じサイズの会社を作るとかって基本ありえない、はい、ほぼ起きないような気がするんですよ、はい、と考えると意外にその政治家になるっていう方が世の中にこう与えられるインパクトみたいな大きい可能性ありますよね。だから実はなんか首長になるみたいなのっていうのは大きいですよ。ちょっと地味めであまりこう注目されていないがそうですか、そうですか正直そうだと思うんですよね、はいはい、ただなんか ゼロからあのすごい大きなインパクトを世の中に与えられる変化を作り出せる可能性があるポジションなんじゃないかなって思うんですけど、どう思われますか。なんか自分がしたいことできるかって言われたら、したくないことをものすごいたくさんした上で本当に少しだけ自分のことができるのかなみたいなこうイメージが強いんですよね。いや でもそういう部分はありますよ。それはそうだと思います、うん、中小企業を運営するのも 99% は地獄のような、今やられてらっしゃる方が目の前にいらっしゃる中小企業をやることほど辛いのかな。はい、そうすね、どれくらいなの。35万5千人です、人口が。予算は1900億一般会計予算で、ね。はい、江東区は 53.5 万人で一般会計予算は2370億円でした。テレ東と同じぐらいの規模ですよね。職員数だと2500人いますね、はい、そんな企業ないですからね。いやだからそう予算数千億の企業を作るって言ったら、だから メルカリ作るぐらいにならないとなれないっていうことなんで確かにそうかもしれないけどでもやっぱりあれじゃないですかね、そこまで大企業になったりとか、だから大企業もそうかもしれない、やっぱそのスタートアップであったりだとか自分がこう今したいみたいなことをこう実現できるような場所にこう若い時代というか次の時間、これからの時間を使いたいなというふうに思っていて、そうなった時にこうなんだろう、政治の道っていうのはその自分が今自分が実現したいことできるかって言われたら、うん、ちょっとだいぶこう長い道のりなのかなって感じています、はい、でもそう考えるとなんかあのこう20代とか30代ぐらいで会社を作った人とかがもうちょっと政治の世界に行くみたいな、政治と経済の間に行ったり来たりみたいなのもう少し増えてもいいのかなっていう気がするんですよ、ね、浸透圧がこんな感じで、今、まあ、ほぼもうなくなっちゃってますよね。いやでもいや首長さんほとんど聞かないですし、国会議員もほぼいなくないですか。まあ、いや野党の一部にいそうですけど少ないですよね。なんか山田太郎さんとか松田幸太さんとか、なんか数人過去10年20年で思い浮かぶぐらいって感じですよね。なんでなんですか。いやいや行くメリットがないからじゃないですか。いやだから行くとなんかお金回りとかで延々とじくじく言われるし、まあ経営者の人たちとかやばいもろもろのハラスメントとかを過去に抱えてる人たちがほとんどだと思うので、行くとなんかひたすら忌憚する未来が見えてるから誰も行かないっていう、ただそれだけじゃないかと思うんですよね。それの忌憚されて年収はいくらぐらいなんですか。江東区長と北区長もうこれ公示されてればいいですよね。おいくらぐらいなの。まあネットで調べてみます。1500万くらいですか。はい、行きます。行く、はい、行きます。それは行く、でも人は夢なんです。1500万くらいの夢なんじゃないですか。経営者は行かないか。経営者は行かないか。経営者は行かないか。ちょっと少ない。ちょっと少ないですね。でもちょっと今彼せっかくスタートアップ戦略ってとかおっしゃるんですけど、港区とか渋谷区家賃が、はいはいはい、今でさえ50万払うとかね、家賃。そうなんですね。嫌じゃん。江東区とか北区がもっとオフィスいっぱいあっておしゃれになったらいいじゃないですか。どうしたら北区とか江東区で起業したくないですか。どうしたら北区、どうなんだろう。江東区、絶対選ばないって顔されてる。東京湾が一望できる。確かに手厚く支援が受けられる。なんだろう。安い安いは分かるんですよね、はい、でも安いままだからですから、やっぱりこう競争力あるようになるにはどうしたらいいのか。その区のイメージですよね、選ばれるのってね。
逆にその今こうスタートアップが多いような地域って何がこう魅力で集まってるところが多いんですか、うん、いやみんな街で何も考えてないと思います。多分何も考えてない、ね、ただなんかスタートアップオフィス作るとかっていうとポンとイメージされる場所があって、はい、それそのまんまで高い家賃払ってるだけの場合がほとんどだと思いますけどね、うんうん、特にスタートアップなんてそんな駅前のビルに入れるわけじゃないんで意外に地味なところ入ってるじゃないですか。だから全然北区にオフィスを作るとかっていうのはあり得ると思うんですよね。だけど全然なんかイメージの中に湧かないから、うん、そこまで行く、うん、その電車で10分かけて移動する気がなぜか起きないって、ただそれだけなんじゃないかなと思います、ね、日経テレ東大は昔この番組前身だった高等美容師だったんですよ。テレコムセンターのあれ高等区なのかな、テレコムセンターの近くに総合っていうスタートアップばっかり入ってたんで、かっこいいから入ったんですけど、めちゃくちゃ遠くてまた平均としましたからね。いやまああれはでも単純にちょっとアクセスがおかしいだけじゃないですか。ちょっとそこのところはちゃんと新交通システムを一緒に考えますので、はい、駒込の近くとか北区ですよね。東口は北区になります。そうですよね、はい、あそことかすごいアクセスいいですよね。いやとにかく交通の便はめちゃくちゃいいんですよ、はい、駅。いやなので北区も江東区も場所をうまく選ぶと実はすごいアクセス良くて、別に渋谷の外れにオフィス持つのとそんな変わらないと思います。いや北区に住んでた経験値があるんでいかに便利か知ってるんですよ。どこら辺か駒込とかなんか西ヶ原のあたりとか結構住んでたんですけど、私西ヶ原に住んでます。あ本当ですか、はい、そうあそこら辺はいやいやもうサクッと結構どこでも出れますか。南北線か北区にあれですよ、埼京線、京浜東北線、山手線、地下鉄も都電も、はい、あります。港区もっとあるあの食住接近を望むかどうかで、その食住接近を望むか、そして家庭を持った時に子どもの家庭教育環境はどうかっていうのも、ね、私結構選ぶ基準になると思うんですよね、うん、食住接近しやすいと思います。はい、はい、頑張ります。だって湾岸とかいろんなスタートアップ企業 の、ね、ラボとか、うん、そういったものも今結構やってますし、はい、もっと良くなる。そう、ね、確かに今年やな。はい、待ってます。5分ぐらい行っちゃいます。待ってます。じゃあ、アイさん行きますか。はい、慶応義塾大学総合政策学部3年の鈴木あゆです。何でしたっけ。なんか一言怖い。はい、江東区私ゆりかもめがすごく大好きで、はい、はい、豊洲から新橋の間ぐらいまで結構お散歩したりとかするので、はい、すごい大好きな場所です。北区は赤羽の飲み屋街のイメージがあります。そうですね、正しいですね、はい、なんかすごい盛り上がっていい場所だなと思います。赤羽一番有名な北区の駅ですよね。そうですね、あれ映画化もされましたよね。そうですね、はい、山田さんがやってたんですか。そうですね、はい、もうそこにとどまらずですね、区内全体そのぐらい盛り上げていきますので。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。でちょっと私はあまり政治に対して知識が薄いのでちょっと本当に初歩的な質問になってしまうかもしれないんですけど、地方自治ってどれくらい自由度があるのかなってすごい気になって話を聞いて、なんか街づくりとかその物理的なところに対して割と自由度ありそうだなっていうのは思うんですけど、例えばパートナーシップ制度とか地方自治で作ってるけど国ではそのなんか認められてないって言ったらあれですけど同性婚とかあんまりその議論進んでないとかあって、うん、でなんか結構ちぐはぐって言ったらですけどなんかどういう流れでそのパートナーシップ制度っていうのが地方自治でこう認められるようになっていったのかとかっていうのって結構地方自治の自由度がどれぐらいあるのかに関わってくると思うんですけど、なんかどれぐらい自分たちで考えられるものなんですか。いや山田さん、はい、やっぱりですね、今も基礎自治体地方分権が進んでますので、うん、そういう意味でやっぱり地方いわゆる基礎自治体として決めて進めていける権限は昔に比べて本当に大きくなって
てます。なのでそのパートナーシップ条例に関してもやっぱり北区としてもしっかり作って、まあ、東京都も作ってるね、そこと連携をしていくよとか、そういったその他区ともしくは東京都との連携ということは自由度の中で判断をしてやっていきますので、やっぱり基礎自治体として今地方分権っていう中では北区、まあ、江東区も含めて自由度は高いっていうことは本当に感じてます。自分たちで決めてそれをやっていくための、あと制度とお金をこうね、こう解釈を広げたりお金をもらっていくっていうその工夫は必要だと思うんですけども、はい、国会議員だった時に何かを例えば、まあ、法律を作ろうと思った時にそれは、まあ、それが超党派であったり同じ党内の仲間をとにかく募ってで議員連盟を作ってそういったその法律にこうプロセスを踏んでいたことっていうのはやっぱり国だからすごくこう、うんなかなか進まないこともあるけど今本当に地方分権の時代でこっちが先に条例を作ってその取り組みが良かったら国が真似する時代になってきたんですよ、うん、そういう意味で本当に予算の執行権もあるし人事権もあるしやりがいのある仕事だけどもあんまり、まあ、地味なんでそういうところをぜひはい、見ていただけたらと思います。パートナーシップのことも江東区は今までなかったので今作るようにはい、していますのでご期待ください。具体的にやりたいことあるんですその町づくりとかそういう話多かったんですけど確かに条例から先んじて国ができてないことやるっていうのはあるかもしれないです。なんかそういう分野でやってみたいことありますか。気分まあ、国会にいた時に日本版 DBS っていうそのわいせつ教員やわいせつ保育士をもう日本ではなかなかそれが再犯率が高くてそれを防止することを国会で初めて質問してで最初誰からも相手にされなかったんですけどもだんだんと仲間を募ってそれが多分来年の通常国会には出せる子ども家庭庁の目玉の政策になったっていうそういったまあプロセスをまあ得た中でやっぱり言い出すことが大事だって思ったんですね。でさっきパートナーシップの話もありましたけどLGBT だけでなくやはりこれだけ少子化になってきた中で、事実婚の私みたいな例えば、まあ、中高年で離別死別した後のちょっと正式な婚姻まではなかなかちょっとハードルが高いけれどもその不安とした形で事実婚よりももう少し都営悪営に入れたり病院の時にちゃんと手術の同意書に参加できるようなパートナーシップっていうものが大事かなと思ってますしさらにそれを言ったらこれからお一人様の時代で、どんどん孤立死っていうものが問題になっていく中で恋愛感情だけではなくって、友情でもそのゆるっと家族として認めて戸籍はまあいじらないでパートナーシップとして支え合っていくそういったパートナーシップ制度っていうのも視野に入れたいと思ってます。日本初の事実上の事実婚容認区ってめちゃくちゃ人が流入しそうじゃないですか。まあ、事実婚っていうかどう家族と見なすかですよね。その戸籍っていうのはまあ置いといて今までなかなか認めてもらえなかったけれどもその今江東区でも1世帯の平均人数が 1.8 人なんですよ。2人を切ってしまっているわけでそうするとどうしてもこれから多子社会になっていく中で、まあ、孤独死っていうのがあった時やっぱり、それをどうしていくんだっていうところでもう少しこう不安と支え合っていくっていうものをやっていきたいと思ってます。じゃあそういうのが自治体からできることってことですか。それは自治体の方で、はい、それを提唱していくことはできるかなと思ってます。私はですねやっぱりまず子どもたち、まあ、だけじゃないんですけど日本の教育の中でもう少し力を入れるべきだと思っていることが一つはやっぱりメンタルこうメンタル面を鍛えていくというか自己肯定感ってよく言われますけどそれを高めなさいってじゃあどうやって高めていくかっていうことはあまりこう伝わっていないで自己肯定感高めましょうってやっぱ難しくてカウンセリングだとか心理学だとかそういった視点を入れた教育っていう現場を作りたいなと思ってます。でそれは教育だけではなくて癖全般でそのメンタル面何にこうぶつかってもですねまあ、会社の倒産でも何でもいいんですけどやっぱりこう人としてやっぱり充実をまあ、立ち直って生きていける幸せを感じていけるとかってそういうそのメンタル的なところにシェアを置いた政策ってあんまり
これまでなかったと思うんですね。でその文化としてもやっぱり精神科だとか心理学だとかカウンセリングだとかっていうことがその表だって言えない、夫婦でカウンセリング受けるとかってアメリカだと当たり前のことが、日本ではもうカウンセリング行ったとか言ったらもう頭おかしい人みたく思われちゃったらどうしようとかって言われる方もいるわけですね。でもそうじゃなくってやっぱり誰でも落ち込んだ時には立ち直るための手法を身につけていくっていうことが普通だよっていうその環境を子どもたちをまず初めに中心に北区の社会の中で政策にその視点を入れた政策を各分野でやりたいっていうのが考えとして持ってます。ちなみに今の話の流れで、うん、一般論として首長の権限でやれることの中でこれは常に本当に大事なイシューだみたいな、うん、とかその政策論点だみたいなもので必ずチェックしておくべきものってあるんですかね。っていうのはなんかその国の政策の場合とかだとどんな場合でもなんか外交安全保障みたいなものがあって、うん、で財政金融政策があって社会保障があってみたいな、うん、でここら辺は誰にとっても絶対重要な最重要イシューって感じじゃないですか、うん、それのその基礎自治体版みたいなものっていうのはあるんですかね。私は防災かなと思ってます、うん、防災だな。私もやはりもう命を守るっていう意味で防災、うん、それともう一つはいわゆる、まあ、さっきのにもつながっちゃうんですけど行政、まあ、行政だから手を差し伸べることが介入できる分野人たちっていうのが例えばこう元気がなくて、まあ、起業家でも何でもいいんですけどこういうこと困りましたって手を挙げて相談に来てくれる人たちは例えば民間でも行政に対してでもできる。でもそういったことができない人たちをどう見つけ出してこちら側からこうアプローチしていくかっていうそこを助けていくのはやっぱり民間じゃできないんですよね。そこはもう行政の役割としてこれからの行政はそういった視点を持った関わり方を区民にしていく区内の事業者にしていくっていうことだとこの2つかなというふうに思います。あともう一つ一般論として伺いたかったのはその自治体の場合その成功失敗を測るなんか KPI というか指標みたいなものっていうのはあり得ると思われますか。まあ、もちろんその、まあ、国の場合だってはっきり単一のものがあるわけじゃないわけですがでもそれでもなんかみんな一応なんか GDP は見ておく失業率は見ておくみたいないくつかの指標があるわけですよね。それのこう市区町村版っていうとどういうものがあり得るんだろうっていうのがちょっと気になったんです。やっぱり財政的な視点というのはどうしても必要だと思います。財政規律っていうことは見ていくっていうことが一つの基準になるとは思います。客観的な、ね、指標として、うんあとまあ、自治体の場合はこう通貨発行権もないわけですからす、ねはい、財政規律はこう絶対的な制約っていう感じですよね。あとは、まあソフト面でいうとウェルビーイングでよく指標ありますけれども、はい、そういった区民の皆さんの満足度ですとか、うん、そういったこともちょっと経年を、ね、ごとにチェックしていくっていうのも大事かなと思います。それはあります。確かになんかその各領域ごとで重要そうな指標みたいなものが、うん、こう区のホームページとかで見えるようになってたりされるんでしょうか。区民満足度とか、ね、区民アンケートとかそういったものがあります、はい、定期的に調査してますので、はい、ただそれがそのどこまで精度が高いかってことが問題だと思いますので、はい、そこの集約の仕方をもっと工夫するべきかなというのは感じています。その精度の側面と同時になんかどれぐらい簡単に見えるようになっているかっていうのも同じぐらい大事なのかなという気がしました。鈴木さん大丈夫ですか。大丈夫です。ごめんなさい。その質問良かったですね。いろいろ出てきた、はい、なんかやっぱりなんか投票するときって結構その人口減少とか子育て支援とかで決める方が多いからかなのかそういう案を結構演説とかで言われてる方が多いなって感じてたのでそこ以外のお話聞けたのがすごい面白かったです。ありがとうございます。ちなみになんか今後はどういうことをやろうと思われてるんですか。私はエンタメを作る人になりたくてテレビとかそうなんです。だから本当に政治に関しては本当にもう本当に何も知らない。いやいやでもアイドルと政治家って僕すごく似てると思うんですけど。いやいやいや政治家の方ってアイドル的な側面がないと成立しないものじゃないですか。で、AKB もそうですけどアイドルの人たちもなんかその政治家的な振る舞いがないと。こう成立しないし清廉潔白が求められる感じもちょっと似てるなと思って、
すみません。いやなのでアイドルの世界と政治の世界で別に結構意外に本質を見ると似てるんじゃないかと。しかもパーソナリティで人気出てくるっていう意味ですね。理想的なアイドル像を学んでいただいて、はい、学ばせていただきます。ありがとうございます。じゃあそろそろお時間になってきたんですね。まあでもなんかあの面白かったですね、街づくりの話から最後こう自治体でそういう事実婚とか、まあ、そのパートナーシップとか先ほどいろんなお話出ましたけど、そういうの面白いと思います。そのメンタルケアを重視していくような学校とかっていうのも斬新だと思って、そういうのいっぱいできたらいいなと。なんかな、SNS キャンセルされた人村みたいな北方に作ってほしい。新しいですね。もう一回やり直せる。そうですね、もう何度でも挑戦できる街。愛の里みたいな、こうちょっと、はい、ぜひ名誉区民としてガーシーさんをまず呼び寄せる。そろそろ成田つくんじゃないですか今日ね。今日ついて逮捕される。そろそろ逮捕される。なかなか勇気が。いやいや、ガーシーさんとひろゆきさんを名誉区民にしてますます区としてのブランドを落としていくというか、ね、戦略的に戦略的に、ね、たまた文志村とか来たくないですね。そうです、いいイメージも、はい、じゃあちょっとなんか最後言い残し、せっかく来ていただいたんで北区と江東区、まあ、区民さん区民以外の方に向けてなんか言い残したことあればガチって言っていただいて、で最後ないですので、じゃあ山田さんから。はい、北区はみんなで作る北区新時代、このこれからの北区を本当に盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ赤羽の一番街だけではなくてですね、いい街がいっぱいあります。さっきの田端文士村ですとか、文化高い街でありますし、駅前にすぐ大きな公園、飛鳥山公園150周年迎えるんですけども、自然も豊かです。王子、赤羽、田端、様々ありますので皆さん来てください。あ、そんなんでいいでしょうか、すいません。なんか今の北区民としてどうした、元北区民として大丈夫ですか。あのない魅力を全力で引き出してたのでよかったな。はい、久しぶりに飛鳥山公園に行ってみたいと思います。はい、ご案内します。いや、木村さんお願いします。はい、江東区の皆様、木村弥生でございます。私は江東区に住んでよかった、そしてもっと住み続けたい、そんな風に皆さんに思ってもらえるような江東区の魅力をもっともっと発揮していけるように頑張ります。どうぞよろしくお願いします。どこが魅力か分かんないけど、木村さんがチャーミングだってことだ。もう言ったら、もうキリがないですからね。はい、いっぱいありすぎて、はい、ということで今日は東京で最も地味に見えながら実は隠れた魅力にあふれた江東区と北区の区長をお招きして、世の中に変化を起こしていく、一見地味だが、まあ、実は可能性に満ち溢れた基礎自治体と、はい、そこでの政策の可能性について考えてきました。はい、お忙しい中お時間取っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。した リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本編だけでちょこっとしたちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとこうライブに会いたりしながら、お話をさせていただいて、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。Thank you.